というわけで完全に怒らせちまったんだ。なあシド、ニアはなぜ二次元にしか興味がないのだ？私も気になってたわ。レーネが今提案、うん、やはりシドウが向こうの好みに合わせるのが早いので。ああ、それなら私のハニエルでシドウを漫画本に変身させるってのはどう？夏美の案には可能性があるかもしれない。シドウには本になってもらう。シドウさんが今まで私たちにしてくれたことを知ればきっとニアさんもシドウさんを好きになってくれます。コミッククロシアム、自分が描いた漫画を持ち寄って販売する、いわゆる同人誌即売会ですよ。おい小鳥安心して、私に考えがあるわ。